11月9日、伊予市灘町の一福亭で第13回郡中一福亭祭りが開かれました。一福亭はビーズ作りや習字など趣味の教室を開いたり、地域住民がふらっと立ち寄ることができる交流の場として親しまれています。このお祭りはその一福亭が地域の皆さんとの交流を深めようと毎年この時期に開いているもので、近くにあるお店や病院、銀行などが会場になってさまざまなイベントを行っているものです。会場となった一福亭では手作りのかわいいアクセサリーやお守りなどの販売会が開かれ、訪れた人は作った人と楽しく会話をしながらお気に入りの商品を買い求めていました。また近隣の駐車場で開かれたバザーでは、みかんの詰め放題やうどん、いなり寿司などの軽食の販売が行われ、多くの家族連れでにぎわっていました。うん、おいしい。やっぱり味も濃いですね。ホクホクで美味しい。来場者は地域のさまざまな年代の人とたくさん触れ合いながらお祭りを楽しんでいるようでした。